わっさー、皆さんこんにちは。ディリゲントの島村です。はい、今回からですね、弊社取扱いブランドの一つセラートについてちょっと改めて、お知らせしたいと言いますか、おしゃべりしたいなと思うんですけれども、ですね、ちょっとよくあるお問い合わせと言いますか、まあ、ちょっとこうなんて言うんですかね、一番初めに DJ を始められる方向けに今回はちょっと動画を1本ご用意させていただきます。セラート DJ とセラート DJ イントロの、ちょっと違いについて、いろいろとお話をしたいなと思っております。はい、でこちらなんですが、ではですね、こちら見てみてください。ですね、これ今セラート DJ イントロとセラート DJ の比較表をこちらにちょっと出してみました。で、まあ何が違うかっていうのが、まあここでパッと、お分かりいただけるかと思うんですけども、まあ、上から簡単に、ざっくりまずはそのイントロと DJ の違いということで、まあ、まず仕様が何が違うのかというのを今回は説明したいなと思います。一番上からいきます。最大デッキ数、セラート DJ イントロが2デッキで、セラート DJ が4デッキ、まずデッキってなんだって話なんですけども、これはDJ さんって2曲だったりとか4曲だったりとか、曲をこう足したり弾いたりとか、こう縦フェーダーでわーってやったりとか、イコライザーギャーってひねったりとかってされると思うんですけれども、それのロードできる曲数ですね。左デッキ右デッキとか、右デッキ左デッキ、皆さんが見て逆ですねこれ右デッキ左とかってあると思うんですけれども、このデッキ数が、セラート DJ イントロは2つで、セラート DJ はコントローラーにもよるんですけど4つまで、いけるようになっているということですね。で、続いてもう一つ、ホットQのポイント数って書いてありますね。これがセラート DJ イントロが5で、セラート DJ が8。これは、ホットQってなんだって話なんですけども、いわゆる曲のしおりですね。ここから、再生します、ここから再生しますっていうのを5つまで打つことができます。例えば1番のイントロ、もうドアタマ、0分00秒の、スタート地点を1個打っておく、まあ、これがしおりのドアタマ先頭ですね。で、その先頭からさらに、ちょっと進んでいって、ここ、例えばそのイントロのところは今回は使わないで、1番目の、まあ、メロディーだったりとかサビだったりとか、まあクラブミュージックで言えば、まあ、ブレイク明けなのかブレイクなのかっていうふうに、まあ、ちょっとした区切りのところでもう1個しおりを作っておく。そうすると、2つの Q でこう再生をすることができる。どっちでスタートするっていうふうに5つ、スタートする場所が選べるようになってます。で、これが、最大イントロだと5個。で、セラート DJ だと8個ですね。はい。で、続いてループ拍。こちら、1拍から8拍。まあ、1拍ってこれですね。1、2、3、4の1拍なんですけれども、まあ、この拍数が32分の1から32拍っていう、あの大きい、幅ですね。大きい幅でループさせることができるのがセラート DJ。で、ループ拍が1拍から8拍までの、幅で、ループさせることができるっていうのがセラート DJ イントロですね。これ結構パフォーマンスで違い出てくる場所ですね。ループ拍がその1拍しかできないっていうのは、ドーンドーンドーンって、まあ、例えば4つ打ちのキックがあったとして、その4つ打ちのキックの中で1拍ボーンボーンボーンをずっと繰り返すぐらいのパフォーマンスしか、イントロはできない。けれども、セラート DJ であれば、そのドンドンドドドドドロロっていう風な、まあ、よくあるような、あのロールしていくような、エフェクトといいますか、プレイですね。そういったのが、セラート DJ ではできるっていうような、違いが出てくるかと思います。さあ、どんどん行きましょう。続いて、再生デッキのロック。バツ丸ってありますね。セラート DJ イントロバツ。で、セラート DJ 丸。あ、その前に、続いてどんどんいきましょう、ループ可変機能っていうのがありますね。これループの可変機能っていうのが、そのループの幅を、こうやってる最中に、狭めたり広げたりできるかどうかっていうお話なんですね。で、その狭めたり広げたりっていうのが、セラート DJ イントロだとできない。なので決め打ちでここでループってやったら1回解除しないと、そこからのループの幅を広げたり狭めたりっていうのができなくなります。が、これはセラート DJ の場合はそのループしてる場所自体を、こう広げたり、縮めたりっていうのができるようになっています。まあ、これもさっきあのループ拍のところで言ったと思うんですけど、ドッ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 ドロロみたいな、
あれができるかできないかってお話なんですね。イントロの場合はもう本当にドっていうループを1個1拍分のループを打ったらドドドってもう延々とそこをループするしかないっていうようなものになってしまいます。はい、続いて、再生デッキのロック、×丸と書いてありますね。これセラート DJ イントロが、まあ、×ってなってますけれども、これはですね再生中の事故防止です、右と左で例えばこう2チャンネルでプレイしていて、次の楽曲ロードしようっていう時に今再生している楽曲にポンってロードしてしまうって稀にあると思うんですね。僕もつい最近ありました、すいませんでした。そういうのをなくすためのロックです。再生されている楽曲に対してロードしようとするとそこはいやいや今再生してますからっていうことで止めてくれるっていう機能なんですけれども、これが、セラト DJ イントロにはついていないということなので、事故が多発するかもしれないですね。はい、セラト DJ だと、自分で設定できるんですけれども、ロックを解除し、ロックをつけることができるっていうようなものになっております。はい、で、さらに続いていきましょう。オートプレイ、これはですね、DJ しない、ただセラート DJ にコントローラーをつないで再生していて、でさらにオートプレイっていうボタンをかけると、曲が終わるタイミングでどん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 そのプレイリスト次へ次へっていう風に、曲を自動で再生してくれる機能があるんですけれども、これがセラート DJ イントロにはついていないということで、イントロで何かそのオートプレイでちょっと DJ から手を離してっていうのがホームパーティーとかだとよくあると思うんですね。で、まあそういった時に勝手にオートで再生してくれたら、あ、次これ勝手にかかってくれたからここから繋いでいこうっていう風な遊びができると思うんですけれども、まあそういった機能がありませんっていうことですね。はい。で、続いてブレイキング。これはですね、僕のこの DJ 連載実は第1回目これだったんですけれども、いわゆるそのコントローラーを使用していてレコードとかその、そうですね、レコードが止まるような、効果を得ることができないっていうふうに書いてあります。これどういうことかっていうと、スタートボタンポンって押すと普通あの CDJ とか普通の、まあ、音楽プレイヤーとかだったら、まあ、当たり前なんですけども 0.00 秒からもう即座にゴンって走りますよね。ただそれをレコードとかの場合って、まあ、アナログなものなんで、まあ、こうやってこすってパッて離したらそのまま行ってくれるんですけども、ポチッと押したらゆっくりこう再生が始まっていって、でその自分が狙っている目標の、最大値といいますか、再生したい速度にゆっくりとなっていって最終そこで固定されるっていうような、動きをすると思うんですけれども、それを表現することが実はセラト DJ にはブレーキングっていう機能があって、それで演出ができるんですね。もうストップボタン、一時停止ボタンポンって押すとヒューって止まっていくような、演出ができるんですけども、この機能がついてないっていうようになっております。はい、どんどんいきましょう。トラック終了告知、これはですね、残り何分だったかな、残り30秒とかなんですけども、ごめんなさい、詳しいことをちょっと字幕で追加するんですが、トラック終了の、残り何秒ですよっていう時にチカチカと、この警告が出るんですね。その警告が、セラト DJ イントロにはついてない。だからそろそろ焦ってくださいね、繋がないと大変ですよっていうような警告が出てこないんで、忘れてるとそのまんま曲が終わるっていうことが稀にあります。はい、はい、では続いて FX サンプラー機能っていう項目ですね。まず搭載エフェクト数、6と10と書いてあります。これはですね、次回以降もうちょっと語りたいなって思うんですが、まあセラート DJ のエフェクト数がもうあらかじめ6個ついてます。セラート DJ イントロのエフェクトが6個で、セラート DJ は10個ついてるんですけども、セラート DJ は、10個どころではないです。もっともっとエフェクトって増やせることができるんで、これは 6VS 超いっぱいぐらいに考えていただいて大丈夫です。はい、で続いてエフェクトデッキアサイン、これはですね、各デッキ、その左デッキなのか右デッキなのか1チャンネルなのか2チャンネルなのかっていうのはあると思うんですけども、1チャンネルにはこのエフェクトをかけたい、2チャンネルにはこのエフェクトをかけたいっていう分割ですね。分割ができるかどうかっていうお話なんですけれども、この分割機能がセラート DJ にはついています。がしかし、イントロの場合はどうやらついてないみたいですね。はい、要するにその2つミックスしていて2つの曲に同じエフェクトがボンとかかってしまう
っていうようなものになっちゃいます。はい。で、続いてサンプラー数セラート DJ イントロ4で、セラート DJ6×4 バック、これは古い情報ですね。今は8あります。 8×4 バックです。で、8し32バック、ついてるんですけれども、ですね、これはいわゆるその単音で鳴らしたい音ですね。例えば、まあ、よくあるのが僕 の, あのいつも、この動画でやってるホーンって、あれエアホーンのふぬけた音って言ってるんですけれども、まあ、あんな感じでエアホーンのホーンとか、例えばあとはそのアーメンのキックとか、まあ、あとはそうですね、シンクビートのダーンみたいな感じのキック一発だったりとか、まあ、いろいろとその単音で飛ばしたい音って結構あると思うんですね。刀でズバッて切る音だったりとか、そういうふうにその飛び道具とかって呼ばれている音を、いくつ搭載できるかなんですけれども、それがサンプラーの、そのスロットの数が4つ、セラート DJ イントロだと4つだから4つの音しか飛び道具が使えない。ただそれがセラート DJ になってくると、これ 6×4 じゃなくて 8×4 マークの8、32バンクです。これもアップデートされて追加されてますんで、32個使えるようになっております。はい、どんどんいきますよ。ミックス録音機能×丸ってありますね。これもですね、レック機能というのがセラート DJ にはあらかじめついております。イントロはついておりません。これはそのコントローラーの中でミックスしているデータというよりかは、セラート DJ の内部処理で、そのプレイしていたデータというのを、音声をこうもうあらかじめそのソフト内で録音してくれるんですね。なので、僕正直言わせていただくと、このレック機能相当すごいと思ってて、一回外出さないんで中で処理してくれるんで、めちゃめちゃ綺麗なミックス取れるんですね。で、それをまあエフェクトをかけるといいますか、まあ、マスタリングすると、まあ、かなりいい仕上がりになってくるのかなと思っております。はい。で、続いて追加ミディコントローラー、これはですね、セラート DJ イントロ、セラート DJ、まあ、どちらも対応のコントローラーというのがセラートの場合はあるんですけれども、その対応コントローラー以外にも、実はセラート DJ って使うことができるんですね。ただ、その使うことができる条件が、何か一つ対応のコントローラーが、ないとダメっていうことがあります。で、例えばその追加コントローラーの代表的なところだと、リループ社のネオンだったりとか、まあもうあれも専用のオフィシャルアクセサリーとして作られているので、すぐにセラート DJ で使うことができます。で、その他にちょっとこう不思議なミディコントローラーを持ってるだったりとか、そういった時にミディアサインの機能があるので、ですね、その普通にこう DJ プレイしているコントローラープラス、何かちょっともう一つ飛び道具じゃないですけど、何かもう一つ操作するものが欲しいなっていう方は、追加で、使うことができる。で、それを好きなようにカスタマイズすることができる。どこを押せば何が反応してっていうのを、こっちの別のコントローラーでも使うことができるっていうふうに考えてください。まあ、それがセラート DJ ではできるけど、イントロではダメだよっていう話ですね。はい。で、プラグイン起動。これはですね、なんと言えばいいんですかね。これおそらくエクスパンションパックのお話なんですけれども、エクスパンションパックというのが、次回以降がっつり触れていきたいと思うんですが、このセラート DJ イントロはもう本当にその簡易版というか、2チャンネルでただ楽しく遊べたらいいねと言いますか、楽しくつなげればいいよねっていう本当に簡易版のフリーものなんですね。で、それに対してセラート DJ はもう本当にプロ仕様になっているので、いろんな機能がこう追加で拡張できるんですね。で、その拡張の中に、今まで僕の動画、ちょっと過去の動画見ていただきたいんですけれども、フリップとか、あとはですね、ピッチンタイム DJ、あとはそのさっきちょっとエフェクトめっちゃ増やせますって言ってたんですけども、FX パックっていうのだったりとか、あとはセラートビデオ、そして DVS エクスパンションだったりとか、まあいろいろとその追加で機能を増やすことができるようになっています。これがセラート DJ イントロは、まあ、使えないっていうふうに考えてください。はい。で、最後にですね、ホワイトレーベル .net 使用権っていうのがあるんですけれども、これはですね、ホワイトレーベル .net っていう、いわゆるその、楽曲のプールサイトがあるんですね。そこからダウンロード、プロモーション用としてダウンロードして、それをセラート DJ を使っている時だけかけることができるっていうようなものがあります。これが、セラート DJ イントロだったとか、あとはその普通のミュージックプレイヤーで再生するとめちゃくちゃ音悪いんですけども、セラート DJ で使う時だけ超高音質。みたいな、まあ、ちょっと魔法がかかったようなものがあるんですけれども、まあ、それが、ホワイトレーベル .net 使用権ということで、セラート DJ
を使うことで、使うことができるプロモーショントラックをダウンロードするサイトがあるって覚えておいてください。はい、まあ、ちょっとこうね、走りながらと言いますか、ダダダダーと紹介していったんですけれども、まずは、そのイントロと DJ でいろいろとこう違いが出てくるっていうところを覚えておいてください。で、まあ本当に第一歩っていうことであれば、もうセラート DJ イントロで正直その DJ の練習自体はできるかと思います。で、練習していてどんどんこう皆さん上達されて、で上達されていった後にセラート DJ は、非常にそのまんまもっと面白いようなことができるようになってますんで、ぜひ、もうイントロでやれることはもう十分やったっていう方はちょっとセラート DJ も試してみていただけたらなと思っております。はい、で次回からですね、ちょっと改めてということでセラート DJ の、まあそうですね、この、最大デキス4だったりとか、そういった詳細な画面を出しながらいろいろと解説が、していきいけたらいいなって思ってますんで、皆さんぜひチェックしてください。はい、ではまた次回お会いしましょう。ほん、バイバイ。